島西紀白は大阪府大阪市何枠出身で1950年代に活躍した大相撲力士。高佐護部屋に所属していた。本名は大島博氏。最高位は西前頭筆頭。現役時代の体格は 174cm135kg。特異種は左四つ、寄り、釣り。1943年に上京し、 元横綱、宮城山が率いる柴田山部屋へ入門。同年、5月場所にて、14歳で、初土俵を踏んだ。しかし、翌年、11月場所で番付に彫名が乗るまでに3場所も、枚数を取るなど、当初は苦戦した。序の口についた時の名は、本名にちなんだ、大の島で、改名後の島錦も本名にちなんだものである。 入門した年の11月に師匠が亡くなったことに伴って柴田山部屋は閉鎖され、翌年早々、旧柴田山部屋の全力士は高田川部屋へ移籍した。高田川親方も間もなく死去し、それにより大の島ら、同部屋の力士たちは高佐護部屋が引き取っている。その後は恵まれた体格を生かして順調に出世し、1951年1月場所で、 新十両に昇進。翌年9月場所では新入幕を果たし、以来、左四つからの鋭い釣り寄りを武器に長く幕内の土俵で活躍した。だが、幕内では1954年1月場所での12勝を最高に5度も2桁勝利を記録しながら、一度も3、勝を受賞できなかったのは不運であった。明快さと淡白さを合わせ持った力士であったが、 その淡白な性格が裏目に出たとも言える。現役晩年は、幕下2枚目まで番付を落とし、1960年3月場所後、後藤所でもある大阪の地で引退を表明した。引退後は、高砂部屋付きの年より、人幕として後輩たちを指導し、また長く勝負審判も務めた。後に同じ高砂一門の九十部屋へ移籍し、千代の富士や星らを鍛えつつ、 定年を迎えるまで相撲協会に在籍した。なお、1991年5月から定年退職までは、年寄り、八角を襲名していた。定年退職と同時に、北東海に八角の名跡を譲としている。2003年7月18日、急性肝不全のため、東京都青梅市内の病院で生居。去年74、ありがとうございます。